にちは。こんにちは。おい、いらんで、それ前も藤原コーヒーの話になって。マジ？もう一回。こんにちは。新和高人です。今日はシャープ2ケージボール。あの前シャープ1見てない方はちょっと見てください。あのね、ドイツ発祥の3対3公式戦、今ねプロもあるんですけど、それのまた呼ばれてきてます。これシャープ2です。今日は知ってる人は知ってると思いますけど、ローザス、まあ、僕がいた小学校のチームね、あのこの前も紹介したと思うんですけどの、もう初期の初期よな。そうやな、もう一番最初、ね、あもう保育園の時に一緒に入った津田優選手です。で今は、今じゃない、前は広島 F ドゥ元 F リーガーでプレーしてて、デウソン神戸でも一緒にやったりしてて、結構長いんです。だからちょこちょこ僕の SNS は登場してると思います。はい、でこいつはもう前出てきたでしょ、あのラパスの時に。誰一応言ってノブキです。ノブキです。知ってます？ノブキ、宮田です。で、知らなくても知っててもいいから。どっちもいいです。で、概要欄にこいつの住所だけ貼ってみます。やめろ。はい、はい、で、今日は前、この前俺一人で行ったんですけど、ケージボールは3対3ということで連れてきました、3人。だから今日は子供たちがいっぱいいるんですけどと対戦するっていうイベントに来てます。ちょっとマジで負けれんから。ちなみにやけど、ケージボールってなんかこういう狭いとこやん、こういうね、こういうとこやから結構激しそうやけど、激しいし、やっぱ見せないといけないよ。大丈夫？あ、難しい。それだけは難しい。お前はだけど、これでいくしかないから。 OK、ということで、じゃあ僕らの対戦はまだなんで、今と子供たちやってるから、終わったらそこまで吹き飛ばし。お前ハハハハ。
まれ今日ケージボールをやらせてもらって、まあ、僕まだ、誘っていただいて2回目なんですけど、やっぱケージボールのすごいいいとこが、まあ多分見て分かる通り、見てる人もやる距離も近いんで、子供たちが近くで、まあ、上手い選手だったり、まあ、大人のプロの選手を見て、その技だったりその持ち方だったりそういうのをすぐ吸収して、なんか自分でこうやろうみたいな、その場でやろうみたいなっていうのが今日も何回もあったし、この前も何回もあったんで、なんかこれっていうのはフットサルだったりサッカーにあんまり、まあ、僕結構クリニックにしたりしてて、いろんな子供たちと関わらせてもらうんですけど、あんまそういうの見たことなくて、誰からも教わったわけなく大人にやれって言われたわけでなく、自分でそういうのができてくるっていうのは、なんかサッカーってフットサルだったりケージボールって競技は違えど、発展として日本のフットボール界への発展として僕はすごい可能性ある競技だなって思います。応援しろ、みんなそこで盛り上げろ盛り上げろ、いいよ、いいよ、発展どんどん、
今第2弾でいろいろやってるけど、これを今度千葉でやったりとかあちこちに展開していくらしい。どん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 大きくなっていくから、これ多分楽しみにしてください皆さん。シャープ続いていくら大物とか出てくる可能性もある。今ちょっと話ちょっと聞いたけど、すげえ人絡んだりしてるから、まあまあこれがプロ化になっていくっていう噂もあるし、ちょっとまあ盛り上げていきます。選ばれたんで、任命されたんで。飲まれたよ。はい、ボール違う。まあ、うまい。楽しかったやろ。楽しかった人。はい。今終わりました。ちょっと片付けも手伝ったんですけど、まあ、炎天下の中でやるとやっぱきつい。きつい。今ちょうどいいけど。でもまあやっぱさっき多分インタビューみたいなのちょっと入ってると思うんですけど、さっき言ったようにやっぱ子供たちがさ感化されて、なんかいろんなこう技術盗んだり技やったりとか、遊びの中で学ぶっていうのはすごい大事だったな。そういうのが見えたなっていう。まあこっからまたシャープ3、4、5と続いていきますんで、またお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。